うん。どこ行った？調査結構。多分、あの、左のフェアウェイの、あ、フェアウェイとラフの間ぐらい残ってると思います。超絶先っぽ。いいじゃん、230ぐらい飛ばせる。いいんじゃない。下りだからさ、まあまあ飛んでる。よいしょ、いい感じ。まあ、このライは多分小さい時では無理だろうか。アイアンでもいいぐらいだよね。左に出たら向きもあるから、別に左に右出ていいやっていう。まあ、あと君は右向きすぎるんで。はい、こういうことです。左に、はい、こういうことです。左に出て木に当たると危ないよっていう。だから次が狙えないんですよ。やっぱあの左のまた奥の木の方に行っちゃうとドローとかかかってね。これはダメだ。これの不安があるならアイアンでもいいよっていうことです。また手前で転がして止めたかったですね。はい、転がすと大変なんで、これまだ横ですから、少しすら。惜しいね。ちょっと打ち切れてない。おおドストレート。すごっ。軽く振るにも程があるぐらいだって、うん、ちょっと下だったしね。たまる。
お、帰ってきた。お、帰ってきた。あ、これはもう膝にも優しい。あ、ナイスショー。お、ランも出る。いいんじゃないでしょうか。膝にいいね。ベストボールで言うと、あそこにあるボールですが、ちょっと初心者こんなんいないんで、こっちの友のボールも打ってみましょう。まあ、いいことですね。風やみました。風やみました。やんだね。風やんだね。飛んでないね。うん、軽く打ったけど。ビュービュー吹いてたのに。いや、いい。ああ。慣れてません。うん、ナイスナイス。おお、やっぱね、サンドイッチ止まりますね。うん、ナイス先っぽ。おー、ナイス先っぽ。先。でも俺のドライバーより飛んでるわ。跳ね方が良かったっすね。ここで85。うん、うん、すごい多分な、なんか先に行きやすいなって。うん、気があるから。そうね、右に出たら。わー、ナイスショー。ちょっとやっぱ抜け気。わー、ナイスショー。ちょっとやっぱ抜け気味なんだよ、音が。お、止まる。気味なんだよ、音が。お、止まる。なんかね、音の気味がある打感じゃない、うん、はい。おう。あ。おう。あ、ちょうどかな。うん。これぐらいになったらパターですね。でもこの辺ぐらいからパターだからね。そしたら俺あそこら辺から嘘だろ。あとにかくこのもう芝が短くかかって花道ぐらいだったらパターでもいいよね。さあ外から決めるの上手い人が打ちますから、デモステで打ちます。わあ、惜しい。うまいね、やっぱ。来た来た来た。ああ
サイワイスター、そう、くそせめてオーバー打ってほしかったなまあいいが、おおドストレートすごっ、うん、うん。